皆さんご存知ですか？実は芸能界にはバイク好きの有名人が意外と多いんです。俳優やミュージシャン、芸人、そして女性タレントまで、幅広いジャンルの芸能人がそれぞれの個性を反映したバイクを愛車にしているんです。その中には非常に珍しい旧車に乗っている方もいらっしゃいます。今回はそんな芸能人20人の愛車をまとめてご紹介したいと思います。憧れの有名人のバイクスタイルを一緒にチェックしていきましょう。1、福山雅治。福山雅治さんに関する情報ですが、彼はホンダ CB400R を以前愛用していたとの話があります。このバイクは1974年に登場しましたが、現在は彼が新たなバイクを所有している可能性もあるでしょう。2、市原隼人。ドラマや映画で活躍する俳優の一人ですが、彼はプライベートでもバイクを楽しんでいます。彼のワイルドで筋肉質なスタイルに合わせて乗っているバイクは川崎 ZR、 さらに他にも複数のバイクを所有しているようです。趣味のカメラもツーリングと一緒に楽しんでいるそうです。芸能界でも ZR の人気は高まっていますが、市原さんのようにワイルドに乗りこなせる方はそう多くはいないかもしれません。3、草薙剛。皆さんご存知の通り、元スマップの草薙くんはヴィンテージものが好きな芸能人の一人として知られています。彼はハーレーナックルヘッドをカスタマイズして乗っているそうです。かなりのヴィンテージ感が漂う仕様ですが、こだわりのカスタムも見どころの一つでしょう。そしてそのスタイルにはGパンがバッチリとマッチしています。4、永瀬智也。旧ジャニーズ事務所の一員であり、その中でも唯一無二のワイルドな存在感を持つ元 TOKIO の永瀬さん。過去彼の演技はワイルドなものからコメディカルなものまで幅広い役柄を魅力的に演じています。彼の愛車はヴィンテージハーレーをはじめとする様々なハーレーです。永瀬さんはバイク専用の倉庫を所有し、20台以上のハーレーを保有しているとのことです。また日常のメンテナンスやツーリング中のトラブルにも自ら対応するそうです。5、岩城浩一。キャロルの親衛隊を経てクールスに参加し、俳優として初めて主演した爆発暴走族でもバイクの腕前を見せつけた岩城浩一さん。彼は過去には鈴鹿8隊にも出場経験があり、乗っているバイクもかっこいい車種ばかりで、川崎 W1、 川崎 Z1、 そして川崎 Z1100GP などです。番組ダウンタウンナウでは彼の自宅地下ガレージにある所有バイクが公開されました。その中には700万円の価値のある川崎 Z750RS も含まれています。これだけでも彼のバイク遍歴はほんの一部だと言います。男川崎のイメージに岩城浩一さんがこれほどマッチする人は他にいません。彼は他にもスーパースポーツバイクやハーレーなど多数のバイクを所有しています。6、江口洋介。若かりし頃の江口洋介さんは川崎 Z1R に乗っていたことが知られています。今では別のバイクを所有している可能性もありますが、時代を感じさせるそのバイクは渋さがあります。その魅力は変わりありません。7、マサト。元 K1 世界王者のマサトさんがついに来たと興奮気味に報告しました。彼がカスタムオーダーしていたハーレーダビッドソンが手元に届いたのです。以前彼は自身の YouTube チャンネルでハーレーの購入を報告しており、その価格は車体価格330万円にカスタム費約170万円を加えて総額500万円を超えると語っていました。ブラックとシルバーで統一された車体にはマサトさんのこだわりが隅々まで詰め込まれています。 YouTube ではハーレーと初めて対面するマサトさんの興奮した様子も公開され、これはやばいんじゃない、めちゃくちゃかっこいいなと彼は興奮し、早速仲間たちとのツーリングの様子も披露されました。8、ヒロミ。 DIY で内装のリフォームを得意とするヒロミさんですが、プライベートではアウトドアやバイクも楽しんでいます。かつては八王子スペクターという暴走族チームにも所属していた彼ですが、バイクへの情熱は相当なものです。番組
アメトークには自身で不動車をレストアしたというホンダ CB750 フォアで登場しました。また対向6気筒エンジンを搭載したホンダワルキューレも所有しており、日本国内でも希少なバイクです。さらにハーレーやスズキ GT750 などかなりの数のバイクを所有しているようです。彼はネット上でバイクの組み立てや解体の様子を生配信していたこともあります。ヒュー所ジョージ、芸能界の中でも自宅を世田谷ベースと称し、羨望の的となるガレージハウスで車やバイクライフを満喫しているのが所ジョージさんです。 BMW やヤマハ、T-MAX、ヤマハ、トリシティなど所さんが所有するバイクは数えきれないほどの種類があります。さらにそれらのバイクはすべて独自のカスタマイズが施されており、参考になるものばかりです。所さんの所有物だけを集めたモーターショーなどのイベントも開催されており、一度は見ておきたいものです。10剣道小林、テレビ番組アメトークのバイク芸人に登場した剣道小林さん、彼はバイクだけでなく車にもこだわりを持っていることで知られていますが、剣道小林さんのバイクの愛車は川崎 Z1。 彼は玉虫カラーの Z1 に乗り、クールなスタイルでライダースとジーンズを組み合わせています。このクラシカルなデザインのネイキッドモデルはやはり人気があります。11スピードワゴン井戸田潤、バイク好き芸人として数々の番組に出演しているのがスピードワゴンの井戸田潤さんです。彼はハーレー FXDL を愛車にしていますが、オリジナルカラーがダサいと揶揄されることもチャームポイントとのことです。テレビ番組アメトークではソープランドピンクとカイヤモデルと名付けられたローライダーを披露し、ワイルドというよりも個性的という言葉がぴったりです。しかしハーレーはカラーリングやカスタムの方法によってライダーの個性を表現できるのが魅力の一つです。さらにトンネルズの皆さんのおかげでしたの企画で購入したハーレー FLHX ストリートグライドも所有しているようです。12山口智光、グッサン、お笑い芸人のグッサンこと山口智光さんも生っ粋のバイク好き芸人の一人です。彼はアメトークなどの番組に出演するだけでなく、バイク雑誌にも頻繁に登場しているほど有名なバイカーです。川崎 Z900LTD と川崎 W650 を愛車にしています。グッサンらしいワイルドで男らしいバイクが彼によく似合っています。13千原ジュニア、バイク事故を克服し現在もバイク好き芸人としてバイクライフを楽しんでいる一人がいます。長身で細身の千原ジュニアさんの気になる愛車はテレビ番組ざっくりハイタッチで購入した川崎 Z1 です。彼はこのバイクを細部にわたってレストアされた状態で手に入れました。価格は300万円近くにもなったそうです。誰もが一度は憧れる Z1 は簡単に手に入らないからこそその価値があるのかもしれません。さらに彼は他にもホンダ CB750 フォアを所有しています。14河本ひろとブルーハーツでデビューし、ハイローズを経て現在はクロマニヨンズのボーカルとして活躍している河本ひろとさん、現在彼の愛車として注目されているのはトライアンフ TR5 です。彼の独特のスタイルはダブルの革ジャンに細身のジーンズ、そしてコンバースを組み合わせたもので、まさに彼ならではのかっこいいスタイルです。またブルーハーツのモンキーという曲では彼の独自の世界観でモンキーを描いていました。過去にはその他にもハーレー XLH1200S スポーツスター、ハーレー FL、 ヤマハ SR400、 ヤマハトリッカーなどクラシックバイクからアメリカンまで様々なバイクを乗りこなしています。15矢沢永吉、矢沢永吉さんは多方面でカリスマ的な存在感を放っています。彼はキャロル時代からバイクや車が好きで、海外のプロモーションでもツーリングを楽しんでいるほどです。ライブではスズキ GSX100G で登場したこともありました。彼のバイク歴には
さまざまなバイクがあるでしょうが、ネイキッドモデルの中でも特に川崎 Z1 が好きなようです。キャロル時代にも彼がさらりと乗りこなした姿はかっこいいです。16、長野芽衣。女優の長野芽衣さんが自身のインスタグラムで、なんと念願のハーレーダビッドソンが私の相棒に、こりゃ嬉しい、どこ行こうと興奮気味に綴り、愛車の写真を投稿しました。スマートフォンで隅々までカスタムされたハーレーダビッドソンを撮影する自身の姿や、愛おしそうにシートに手を置く姿を公開しました。写真に写る長野さんは全身ブラックのコーディネートに金髪姿で、ワイルドな印象に一新しています。この投稿にファンからは、金髪メイちゃんとハーレー最強で最高です、ハーレーに合ってるよなどの反響が集まっています。17、メイプル超合金。安藤夏、カズレーザーさんのボケと夏さんのツッコミが最高ですが、そんな夏さんは16歳の頃、通学のために原付スクーターを購入して以来、バイクの魅力に取りつかれているそうです。さまざまなバイクに乗ってきた経験があり、ヤマハビラーゴやドラッグスター400などに乗ってきたことを明かしています。ハーレーダビッドソンのファットボーイを購入したのは、ターミネーター2のアーノルド・シュワルツェネッガーに憧れたからだそうです。夏さんとハーレー似合いすぎです。彼女が乗っているファットボーイは115周年を記念した特別カラーで、渋めのメタルブルーが美しいバイクです。また相方のカズレーザーさんを後ろに乗せて走っている姿なども投稿されています。18位、アンノ、歌手、ラジオパーソナリティ、そして女優としても活躍しているタレント、アノさん。彼女はテレビ東京のレギュラー番組アノちゃんの電電電波でバイクへの思いを語っています。番組内でアノちゃんが乗っているのは 50cc のリトルカブ、ホンダが製造販売していたバイクで、新聞や郵便局の配達で使われていたカブを扱いやすくしたものです。彼女はハーレーダビッドソンに憧れていたそうですが、カブで妥協したとのことです。しかし大きいバイクが欲しいとインスタグラムに綴ったこともあります。今後免許を取得し、大型バイクに乗り換えることもありそうです。19、松行靖子。ドラマ白鳥麗子でございます。で一躍注目を集め、その後も映画フラガールでは高い演技力を発揮しているベテラン女優、松行靖子さんです。彼女は以前雑誌のインタビューで、ハーレーダビッドソン FLTR1450 を愛用していることを公表しています。クールな印象の松行靖子さんにはぴったりのバイクです。20、高島礼子。16歳で原付バイクの免許を取得したという高島礼子さん、そして30代後半で大型自動二輪の免許を取得し、ハーレーをカスタムして乗っていたとのことです。本当にかっこいいです。世田谷に住んでいた時は第三京浜から横浜横須賀道路の海沿いを走り、国道1号線から帰ってくるのがお気に入りのツーリングコースだったそうです。今回は芸能人たちの愛車をまとめました。チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。これからも様々な話題をお届けしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。